はあ、オカマでよかった。チャオ、あっちゃんです。変な始まりからから変え変な始まりからから始めたあっちゃんの今日のお話動画。実はね、この前ね、ちょっとね、同じような お友達、精度一定障害のお友達からね、動画見てるよって連絡があって、あっちゃんに芋あげるって言って、連絡があったで、送ってきてくれたんがね、本、これオカマだけど OL やってますっていうの、これナチュラル編って言うんだけど、これのナチュラル編もう一冊あって、二冊くれて、もう一冊今ちょっとね、先に読んでね、これまだとこれは先にこっちを途中まで読んだら、どうもこっちじゃなく、もう一冊の方が先っぽいからね、そっちを先まで読んでんだけど、それを今、お風呂に置いてやんね、お風呂で読んでんだけども、性同一性障害っていうのはなかなかみんなに認められない、認めてもらえない、で、ストレスもたまる、どうしてもやっぱ反論、気持ち悪いとかいろんなこと言われる。でも、性同一性障害なんだってなんかわからへん。で、性同一性障害って言ったら、もうね、テレビがお姉とか、ああいうニューハーフとか、ああいうのも一括りにして言うから、まああっちゃんもそういう動画出してんねんけども、そのやっぱお友達も悩んでて、そういう目で見られる。だから辛いっていうんで、まあ、この能町美音子さんっていう人がこう書いてんねんけども、この、本をね、見てると、楽になるよって言ってくれたんね。もう私は、もう今は大丈夫やからって、これも必要なくなったからあっちゃんにあげるって言ってくれたん。で、これに書いてんのがね、この能町美音子さんっていうのも性同一性障害の同じ境遇を持った人で、男の体のまま、まだ胸もないし、ホルモンもやってない時から、やっぱりちょっとどっちかというと中性的やったらしいんだけどもね。その人もやっぱり働いてて、スーツ着てネクタイ締めて男の男として働いてるけど、違うって気づいて仕事を辞めて、で、次働く時に女の服装、女の人の服装をして会社に行って、男って言わずに女として働いてる。会社のみんなも男って知らんらしいねんけども、その状態から書いてる本やねんけども、その人もやっぱり自分のことをオカマって言うねんね。オカマ。オカマだけど OL やってます。オカマって言う、ね。なんでオカマって言うか、性同一性障害っていうのは病名やし、性同一性障害って聞いたらドキュメントとか出てきて、なんか障害に負けずに頑張ってるなとかそういうイメージがあって、性同一性障害っていうのはもうなんか自分の中で見ても違う。ね、卑屈な感じが少しする、これは私の偏見だけどって書いたね。だからなんか違う呼び方はないかっていろいろ考えると、世間にはね、そういう人たちを、ね、呼び方っていうのはお姉とか、あっちゃんも言うけどお姉、ニューハーフ、ゲイ、あと何、あと何ある、まあ女装で、まあいろんなそういう呼び方があるけども、その中でオカマっていうのはやっぱイメージ的にね、ニューハーフって言ったら、夜の蝶、綺麗に着飾った、女を作った女の人をニューハーフ。あっちゃんもそういうイメージじゃないけども、同じこと書いてんだね、ここにも。ね、っていうイメージがある。で、オカマって言ったら、オカマバーの、言ったら、もう、ボツボツヒゲがあって、ウィッグかぶって、もうギラギラなメイクして、口紅ビャン塗って、うん、頑張れよーみたいなのがオカマ。で、ゲイって言ったらもう単発で、なんかこうマッチョ、ゴリマッチョで、やーみたいな、安倍さんみたいなね、まあそういうのなんか、野獣先輩みたいなね、そういうのがゲイなのかなと。ハードゲイ、ほーって書いてあるんだけど、まあそういうの、ちょっと見せられへんねん、中のこの絵はやっぱり著作権のあれがあってね。だからそんなんがある。だからその中でやっぱオカマっていうのが、結構、そういうイメージ合うんちゃうかなって。と思って自分ではオカマっていう。でもここにも書いたんだけど、でも他人にもしオカマなんですねって言われたら結構ムカッとしてしまう。複雑な私だ。チンコがついていることを知っていても、あくまでも日常生活は女っていうことにしてほしいのであるって書いたんでね。その通りやねん。あっちゃん、これ読んで、あ、そうやなーって、これ1ページ目やねんけど、やっぱりね、この女装と変態っていう子があるんだけど、変態さんっていうのは女装じゃないんで、女装のことじゃないんだけども、女装って言ったら極端に否定感を覚える人が思うけども、それも性同一性障害を名乗る人の中に、性同一性障害というの呼び名を嫌いなので、病気だから女装しているよ、変態とは違うんですよっていう主張する人もいてるって。
確かにそういう人もいてる。だからいろんなことやっぱ性同一性障害って名乗れへん。あっちゃんはもう性性同等とね、性同一性障害です、心と体の、精神的な不一致やから、自分は心は女の子やねんけど男の子は体を持って生まれたんだよってことで性同一性障害だよって言うねんけども、そういうことによってかなり偏見がある。世の中は偏見で心を傷つく場合が多い。だからあえて性同一性障害を使わへんっていう人が多いねんね。その中で偏見をなくしたいから、あえてあっちゃんは性同一性障害って言ったら、女装やとか変態やとか、女装して女風呂に入りたいんやろうかとか、おトイレ入りたいとか、そんなわけわからんので、はっきり言ってこれ普通の人に言うとものすごく傷つく言葉です。あっちゃんはメンタルが女性のメンタルをしてるから傷つかない、うん、ちょっと偏見、これはねちょっとね今からお話しするのはね、男のと女のっていう今日コメントがあったからね、ちょっと今調べてみたの、男のと女のどう違うのか、そこのところで手に入れてるのね、男のと女のの違いっていうのをね、ちょっと、これのインターネットからの引用で、話しさせていただきたいと思います。これはね誰が書いてんねん、なんかねどっかの性わからないな、これ誰だ、ちょっと今見つけた記事やねんけども、なんかね精神的なことの先生が書いてるブログ上記事やねんけどもね、そこに表にされてて、男のと女のの違いってあって、男のは、論理的に考える、女性のは直感的、うん、あっちゃんどっちかったら直感で生きてます、うん、別に論理的なことは言いません。まああえてねこうやって動画でやってるから直感でやってても、やっぱり話する中で論理的に話しちゃうなことがあるから論理的に話すけど、実は論理的苦手なん、どっちかっていうと直感やね。どんだけ直感で生きてんねんって言われるぐらい直感で生きてる。いいと思ったらするし、ダメとかしない、それが直感的に生きているあっちゃん、女性脳です。はい。で男性脳はシングルタスク、ね、女性脳はマルチタスク。男の人って一極集中、一個のこと集中して他のことが目に入らへんっていうのが男の人。女の人っていうのはいろんなことを考える、今日はこれをしないといけない、これもしないといけない、これもしないといけない、全部できる人、全部こなせるのが女性のね。あっちゃんどっちかって言ったらシングルタスク、一つのことに集中するかっちゅって集中しすぎて他を忘れるんじゃなく、集中しとっても他のことにも、ここは中間やねんね、微妙にね、うん。で、男性の方は好戦的、女性の方は平和的。あっちゃんはもう平和を愛する、好戦は大嫌い。ただやっぱり家族を守るために、鬼にならないといけない、これ女性でもやってることっていうか、女性だからこそやること、うん、だから男性はどっちかって家族を守るために好戦的じゃなく、自分を守るために好戦的になったりするんだよね。そういうところもあったりするけども、あっちゃんはどっちかって平和的やねん、もうこう戦いは好まない、嫌いなタイプやからね、うん、女性ので、男性のは個人意識が強い、女性のは社会意識が強い。あっちゃんはどっちでもないのよ、個人の意識もなきゃ社会的なのもない。ここはちょっとね、クラゲ的なところがある。うん、で、男性のは冒険思考、女性のは安定思考。あっちゃんは安定を望まない。うん、やっぱり冒険する性格やね。うん、で、男性は心が弱い、メンタルが弱い。女性はメンタルが強い。うん、こういうところ女性的。だから中間やね。オカマやね、あ、オカマでよかったなって、タイトルコールの通りね、あ、オカマでよかったよっていうのはここやね。だから女性の人、あっちゃんの視聴者さん女性が多いねんね。だから女性が多いから、女性の人から見るとなんやねんこいつ、女ちゃうわって、お前男のじゃって思うねんね。で男の人から見るとお前男ちゃうわ、なよっち、女みたい、女のやなって言われる。だからやっぱり中間、どっちでもない存在、オカマなんね、うん、だから、うん、でいいんちゃうかなって思って、だからオカマって割り切ってもう性同一性障害やって男の女の心やねんとか言ってたら、やっぱりいろんなところで攻撃されて辛い目に遭う。だからもうオカマでいいんじゃないのか、そうやってできたのがこの人のオカマだけどって、オカマでいてるっていうのが自分の心を壊さない一つの手段なんかもわからない、うん、だからそういうところなんかなってあっちゃう思うねんね、うん、でそこでねちょっと面白いところがあって、どこ行っちゃった、男のと女のを診断するっていうね、サイトがあったの、そこでちょっとやってみたなら、10個かな、何項目かの質問に答えるの、4つから選んでいくね。それを出してしまうとまた答えが出るんで、あっちゃんもそれ出さへんねんけどもね、もうそこの心理テストのところでいろいろやったら、
積極度 26%、 受け身度 100%、バランス度 60%、堅実度 20%、 結果男性の 4%、 女性の 96%。 あなたは、温和な受け身タイプの女性脳を持っているようです。実際に性別が女性なら誰もを包んで癒してくれるような母性あふれる女子、男性なら争い事を嫌う、仲良く平和であることを望む超草食系男子、どんなことでも容認するような穏やかな心の持ち主で、その、柔軟な、許容力はあなたの強さでもあります。受け身体質ではありますが、台風のような強い嵐が訪れてもその勢いを柔らかく吸収し、足元は揺るがない。そんなあなたは知らず知らずのうちに周囲に癒しを与えているでしょうって書いてあるんだけどね。うん、まあ男に生まれてきてこういう脳を持ってんねんから、オカマなんでしょうね。はい、ということでね、まあオカマでよかったなと、はいいうね、あの結論に至ったわけで、うん、だからタイトルコールオカマでよかったよっていうね、タイトルコールにしてんけどもね、うん、まあそんなこんなでね、見ててんけども、じゃあ女の子と男の子って何なのよって、あっちゃん不思議で不思議でね、昨日朝からちょっと考えとったんよ。まあ、そんな感じで今日、まあいろんな、そういう、記事を見ながらちょっと今お話をしてんねんけどね。どこだ？やっぱりその、まあ記事を見ながら、やねんけども、やっぱりね、さっきのちょっと、ところを見ると、理論的直感的っていうところの話のね、あの解説のところなんだけども、直感っていうのは一見当てずっぽうのように思えるかもしれない、そうでもなく、考えの一種であり具体性がないだけなのであるって書いてあるんだけどもね、うん、だから男性はより具体的に物事を考える、でも女性は抽象的に考える。だから、男性っていうのは理論的に理詰めをして、あ、これこうやからこうやったらこうやって成功するからやろうぜ、で女性的には抽象的に、あ、これをやるとうまくいくんじゃないのかな、でこうしてしまうっていうところが女性のやって言われてんねんけどもね、あっちゃんと違ったらもうね、自分の直感信じて、あ、いけるなと思ったら根拠のない自信で行ってしまう、ここのところ女性にもでもないと思うね、まあ中間やねんね。で、まあそういうところもやねんけども、まあ女性脳かの、だから男性はどっちかったら空間把握能力が得意で、地図が読めへん女性とか方向音痴な女性が多い。 あっちゃんどっちかったら地図は読めんねんけども方向音痴やねん。で、だから、よう分からへんねんけども、男性っていうのはそうやって地図を読んで理論的にこういうことっていうのを頭の中で空間的に描くから方向音痴になりにくいらしいんでね。男性でも方向音痴おるよ結構ね、うん、で、女性はどっちかって言ったら察するっていうことに意識が強いから、どっちかって言ったらもう察する、いや地図を見てどうのこうのじゃなく、あの看板見て、ここのところになんかこういうかラーメン屋さんあったからここ曲がったらどこ行くんじゃないのかなっていう感覚でね、地図を把握する人が多い。まああっちゃんそれに近いところがあったりですね。だから時々ラーメン屋さんが潰れてたら、あらってなることがあんねんね、うん、よくそれで迷います。はい。で、シングルタスクマルチタスクのところは、さっき言った通り、男の人はもう一つのこと集中する思考回路、女性は複数のことをね、同時にこなすっていう思考回路があるんでね、それはもう、まあ、それどっちでもな、まあ両方やかなっていうところやねんけどもね、うん、でまあ好戦的平和的ももういいと、まあ、そんな感じでね、まあ、いろいろあんねんけども、冒険的の男性はね、冒険的のっていうのは、女性はリスクを極力避ける安定の、むしろリスクに惹かれるところがあり、男性にギャンブル好きが多いのはそこです、どこですっていうのはあんねんけどもね、だからあっちゃんリスクをね、望んで冒険するんじゃなく、リスクを取らないと得られるものはないと思ってやんねんね。で女性は極力安定、だからあっちゃんねんの人でも結構、だから子供のためとかなんだかんだとか、そうするためにってリスクを回避したやっぱ意見は多いんよね。
うん、だからそこのところはちょっとあっちゃんは違うところ、どっちかってそこはもう男性のに近いのかなっていうところもあったりする、うん、だからおかまなんやけどね。やかましいはもうなんか人に言われた腹立つが自分で言ったら言ってしまうネタにしてしまうのがおかまっていう言葉やね、うん、だからあのあっちゃんはまあ別にいいねんけども、あのちょっとこういうタイプの人にあんたおかまですかって絶対言わないように、あのすごく傷つくしムカつくんで、うん、はい、あとね、心が弱い強いっていうのはね、心の強さは女性の方が上っていう意味で、一見すると男性の方が強く引っ張ってる感じがするけども、女性の方が弱々しいのですが、心は逆なのです、男性の方は追い込まれると弱く、女性の方は追い込まれると強い、強いというのは、男性はピンチに陥ると冷静さが保てない、焦ってしまう。でも女性はピンチに陥っても冷静さを保て焦らない、事実を受け入れる、腹を割ることができるという意味です。特に、子供のことになるとほとんどの母親は、躊躇なく自分の身を差し出すことができます。つまり本当に男らしいのは女性なのですって書いたんだけどね。確かにね、男性はね、子供とか 嫁とか守らないといけないものがあった時にね、さあ自分の身を挺して守れるのかって、口では守るって言いながら守れへん人が多い。女性は、うん、いつもね、温厚な人でも自分の子供とかね、家族を守るためには鬼にでも邪にでもなるよっていうね、そこのところやと思うねんけども、それはね、あっちゃんも正直今やからこそ言えんだけど、みきちゃんがいてた時は、うん、子供にやっぱ教育してて、子供のためにって言うんだけど、子供が何かってなった時に何も、まあ確かにね、攻撃的なところもあるかもわからへんけど、今みきちゃんを失って子供を守る、だからみきちゃん今もうこの世にいてないみきちゃんのこと言われると叩き潰してやるぐらいの勢いで行ってしまうっていうのは、やっぱ子供を守るため、自分のこと言われてもそうでもない、でも間違ったことに対して子供に対する嫌な意見をされるとものすごく腹立つ、うん、もう叩き潰すかなっていう気持ちにもなってしまうところが、やっぱりメンタルの強さに来てるのかなって思ったりもするんだよね。まあそういう感じでね、うん、まあね、だからどっちでもない中間なところなんやろうなと思っておりますという感じでね、うん、こんな感じ、うん、だから子供の頃にね、本能ってもう原始人の頃からね、この人間の脳っていうのは男と女っていうのが分かれてて、子供っていうのは全く真っ白な状態で生まれてきて、なぜか男の子っていうのは車や電車、チャンバラ、ヒーロー、恐竜と動くものや大きいもの、強いものを好みます。で、好戦的で冒険が好きという男性の特徴で、方や女性は、ぬいぐるみやおままごと、恋愛もの、柔らかいものや丸いものを好みます。これは社会で平和主義な女性を象徴していますって書いてあるんだけど、あっちゃんちっちゃい時ね、車屋とか電車与えられたね、でやっぱり電車も車も好きになりました。でチャンバラあんまり好きじゃない、だって叩けるけど叩いたかれた痛いもん、嫌いで、ヒーローもの、ヒーローもののね、ヒーローごっこはしてた。であっちゃんはどっちかって言ったらリーダーになりたい、やっぱ赤かピンクになりたかった、うん、っていうのはやっぱそれも小さい時からね、やっぱその女の子ヒーローが好きやったっていうのもあるし、うん、で恐竜は好きじゃなかったあんまりね。で動くものや大きいもの、強いものでもなかった。だからヒーローもの見てたら逆にヒーローよりもヒールの方が好きやねん。だからなんていうのかな、ドラえもん見ててね、ちっちゃいあっちゃんちっちゃい頃ね、ドラえもんやってたね、昔々にね、あっちゃんが生まれる前からドラえもんってあって、ね、白黒時代に。でドラえもんの漫画もあって、であとお化けのキューちゃんとか、あと何やってた、パーマン、藤子不二雄ばっかりやな、あとまあいろんなアニメやってた中で、ヒーローとして出てくるのよりもどちらかって言ったら、タイムボカンなんかええでやな、タイムボカンはあっちゃんは、タイムボカンのじゃなく、ドロンボが好きやった。いつも負けてさ、ボロボロにされてさ、泣きながらまた次も戦いに挑んでくる、あのね方がなんか好き。だからアンパンマン見ててもどっちかって言ったらバイキンマンとかドキンちゃんが好きやったりするんだよね、うん、ヒーローよりもヒールやねんけども、ヒールで弱いのにまた戦ってくるのが好きやったりする。逆に言ったらいつも負けてるかさ、一回ぐらい勝ってもいいやんって応援してしまうところがあったりするんだよね、うん、そういうところがまあ男の子とは逆なところなのかなと思ったりもする。
する。でやっぱりぬいぐるみとかおままごと好き、お人形さんとかで遊んでた。でも男の子として強制されて設定を生きてたから、お姉ちゃんの借りたりとか、お友達とかで遊んだりおままごとしたりするし、でゴツゴツしい硬いものより丸っこいものが好きやったりする。ごめんごめん。だからそのあたり中間なんやな、中途半端、中途半端というか中間なんやなと思ったりするね。うん、そんなこんなでね、やっぱ男の女のって分けるのもどうか分からへんねんけども、中間だからこそ良かった。だから女性の、大体女性の、女性が多いあっちゃんの視聴者のね、だその中で、まあ、視聴者さんというかあっちゃんにこう意見してくる人は女性の人で、あっちゃんのとこは意見の不一致ってやりとりできへんで、男性のって決めつけられて言うけども、そうじゃなく男性でも女性でもどっちでもないからこそ分かる。どっちからの意見も分かるし、どっちからの意見もあ違うなって冷静に見れる。だからなんていうのかな、女性脳の人って男性脳の頭っていうか男性のことは分からへんねんね、正直。なんで男ってこんなんなん、キーキーっていう人が多い。で男の人と話してると、なんで女は分からへんねん、キーキーっていう人が多いねん。でもその中で間へ入ってどっちの話も聞く、どっちもか両方の話も聞いてたら、ああ分かる分かる分かるけどもそこは違うんだよって分かるし、逆もそうやねん。男の人と話したら、まあ分からんでもないけどもなって、やっぱり女性ってのはこうこうこうなんだよっていうことも言える。だからそこのところでそれを分かって、前さ男も女もの、気持ち分かるからって相談されることは多いねんね、分かってくれる人は。だからどっちでもないって言ったら中途半端やけども、どっちのことも分かるんじゃないのかな。だからオカマに生まれてよかったなって今思った。今日朝特に思った。で、まあ、この本も読んだからかも分からへん、こうやって中間ね、やなと思った。ただこの本はかなり偏見がある。この人の能町美音子さんっていう人の偏見も鼻に入ってるから、これはこの人はこういう考え方なんだなっていう気持ちで読まへんかったら怒る人がいてる。なんかこれをね、もらって、こんな本あるんやと思って見てたら、ネットでかこの本でググってみたら結構批判も多かった。だからそういうのもあったから、でもあっちゃんは見てて面白かったよ。かなりなんていうのかな、自分で自分を守ってるっていうのかな、あったり、結構でもあっちゃん当てはまんね、あるあるある、おかまあるあるね、女の人には分からない、でも男の人にも分からない、ちょうどこの立場でないと分からないあるあるがすっごいハマって面白かった。だからなんていうのかな、男っぽいところがあったり女っぽいところがある、ちょうど中間、女の人からは叩かれるし男からも叩かれるところの話とかね、なんかそんなんがあったり、そう、まあ、そんなのがあったりで、面白いなと思いました。また機会があれば読んでみてください。あっちゃんはお友達にもらったからね、こんな本あるんや思って初めて知ってんけども、面白かったよ。はい、ということでね、結論、やっぱり男女にこだわるのはナンセンス、中間でいいやっていうか、中間で生きるのが一番いいんかなと思った。でこれ昨日ね、誰かちゃう、なんかの動画で話したんかな、なんかやってん、なんか忘れたけども、ピーター、池畑慎之介やったっけ、あの人もどっちかって中性的なところ、あの人は男やねん、いやどっちやねん、性同一性障害じゃないねん多分、で、体も男のはずやねん、でも見た目が女の人で、もうねかなりもう年いって重ねてる人やねんけど、その人が言ってるの、この時代もう言ってみたら多分うちのお父ちゃんらぐらいの年かな、もうちょっと若いんかな、でもあっちゃんよりまだまだ上の人やねんけども、その人がね言うのが、ゲンキングの、ゲンキングはやっぱ男女にこだわりすぎとるって、この時代ジェンダーフリーやって、もう性別なんて関係ない時代や、いや最先端のこと言うてるわって昨日共感して動画でチラッと言ったらね、そのタイミングで、その日やったんかな、ヤフーニュースかなんかにゲンキングが性同一性障害で手術して女の子の体になって戸籍手に入れたって書いてあったから、あららと思って、えらいタイミングで言ってんなと思って、自分でもちょっと、なんてタイムリーって思ってしまって、あっちゃんすごい世間なんてな張り巡らせてるって、いつの間にそんなデータ入ったんだみたいな、関係あらへんけどね、そんなんどうでもいいんだけど、そんなんでやっぱりその性別にこだわるっていうのはもうナンセンスやと思うねん、この世の中ね、こだわらへんっていうか、こだわるこだわらへんでもどうしても違いはあるで、子供が産める子供を作るっていうか、
ね、言ったらそのそういう立場がある、産むか産めないかの立場とか、やっぱりそうね、肉体的な違いもあれば、脳の考え方の違いもある、いろんな考え方もある、まあ、分けても仕方ないけども、男女だけに分ける時代じゃないと思うね。その中間っていうのがあっていいと思うね、うん、だからね、なんていうのかな、人間男の中でもやっぱり考え方違う、女の中でも違う、逆に言うと兄弟姉妹であっても考え方が違うねんから、男でも女でもない中間っていう考え方っていうのもありやと思うねん。だから白と黒だけじゃなくグレーがあっていいと思うねん。なんで世の中こう白と黒に分けたがるのかなって思った、うん、だから今のあっちゃんは男か女かって聞かれたらあっちゃんやでいいと思うね、うん、だから性同一性障害っていう認定が受けたからもらったからって言って、あっちゃんは女の子に、まあ女の子として認められたからって言って男じゃなくなったわけでもないねんね。だから男っていうのも残しつつ女っていうのも手に入れたんやから、真ん中やそれでいいや、うんって思った。なあ、生きることも楽になるのかなと思って。でだから今年はね、今日ちょっと去年のね、その性同一性障害の認定を受けたんがね、去年6月やねん。で、11月かの診断の時に、いや、もう降りてんねんって言われてん。で、その時点で、あ、そうなんだって思って、その後のカウンセリング1回受けて、血液検査して、今回行けてないからね、その後行ってないねんけども、ものすごく頭の中というか考え方変わった。それも、もらうまでは、女の子になりたい、女の子なんだね、こだわってて、やっぱり人が男って言われて、なんで男やねん、女やねん、体は男か知らんけども心女やねん、ふざけんなよって思っとった気持ちがなくなって、うん、まあ中間っていうのがありなんやなって、うん、思い出して、でそうなるとすごい楽になった。そのタイミングでお友達からこれをもらえる、読む、でこういう人もいてる、いろんな人とかだったら、そうなんやって、別に女にこだわってた自分がバカらしくなってきて、うん、だからって生きていく上でね、確かに制限されることはあるけども、そうじゃなく逆に言ったら制限されてたことがなくなることっていうのはね、男やからこれをしないといけない、女やからこんなことしないといけないじゃなく、男やったらしちゃいけない、女やったらしちゃいけない、そこ全てね、関係なくしたのが中間やと思う。どっちのことをしてもいいし、どっちのことしてあかんこともしてあかんし、してもいいこともいい。だから何にとらわれることもなく、のびのびと生きられる中間で生きることがいいんじゃないのかなって思った。だから、オカマと呼びたければ呼べばいいよ。嫌だけどね。人に言われるのほんま嫌やけどね。でも、自分ではもうオカマを名乗ろうかなと。うん。そんな感じでね、すごく気持ちは楽になりました。うん、ちょっと長くお話をしちゃったけどね、そんな感じで今日のコメント欄にも男の女の子、お前は女じゃないとかよう書く人がいてるけど、あんにもなくな、なんとも思わなくなった、うん、やっぱ去年はムカついたよ、ふざけんなって、うん、あっちゃんよりもおっさんみたいなおばはんめっちゃおるしってコメント書いて、匿名で書いてるけど実際どうなんて、ね、時々ねその人のアイコンクリックした時に行ったら動画出してる人なのね、いやこの人には勝ってるわって思った時もあったごめんね、うん、ようそれで人の顔のこと言えるなとか、人のね女やどうのこうの、それは確かに見た目女体女か知らんけど、そんなね人のことひどいこと言うやつなんか女ちゃうやんって思った時もあった。でも今はそうじゃなく中間で生きることによって、ああ女の人ってそういう、ね、人のことを罵倒することによって自分を何て言うかな、正当化したい考え方もいてるんかって、ああ中間でよかったなって思えたりね、うん、まあ、そんなこんなでね、両方分かるあっちゃんっていうのはある意味得したかなって思った、うん、やっぱり何かにとらわれて一つのことにこだわって周りが見えへんほどそんなもんはないなって生きてて思ったよ。だから最後にもう一回言うけども、オカマでよかったな、はい、っていうあっちゃんでした。ということで今日の話ね、ちょっと取り留めなく話したけどもね、まあそういうお話でさ、よかったよと思ってくれたら高評価で、またこんなね男でも女でもないオカマなあっちゃんの動画を見てくれるっていう人はチャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。